高校卒業しても僕は大学に行くつもりがまるでなくて、周りにいる大人たちが何を学びに行くんだろうっていうことに対して、あまりこう何でしょうね、子どもが夢を見れるような内容の答えは少なくとも返ってこなかったっていう感じですね。親の心境としてはどういう形でもいいから大学どこか好きなところ行ってくれっていう話になって、創作的な意欲もありますけれども、単純に言ってしまえば友達と遊んでる状態ですよね。もう予備校にも行かず、面白いアニメを見たりゲームをやったりみたいなことをひたすら繰り返している、もう本当に親が見たらそっとしそうな生活をしてました。はい、ゲームセンターにみんなで行って、僕がその興味を寄せる部分はゲームとしての面白さ以外にも、そのグラフィックがどうやって描かれているのかとか、どんなデザインがされているのかとか、どんな音楽が鳴っているのかとか、どんな効果音が鳴っているのかって全部に興味があったんですね。で、全部僕その調べたんですよ。もうとにかくそのゲームの中を分解したくてしょうがなくて、多分そのラジオキッズみたいなのがこうラジオ一回分解して組み立てるみたいなことをするような感覚があったと思いますね。はい、あでもやっぱりガツンって衝撃を受けたのはやっぱストリートファイター2を初めて触った時に、それまでやってきたゲーム体験とは明らかに違っていて、対戦をすることによって自分がその興奮をしている状態が今までにない経験だったので、こんなことがゲームって可能なのかっていうのはもうすごく大きな衝撃でしたね。格闘ゲームはもう単純にプレイヤーとプレイヤーが感性とかこう意地とかをぶつけ合う、自分を知ることが楽しい、人を知ることが楽しいとかに結びついていって、できっと自分が作ったらもうこれはすごいものになるっていう、そういうふうにしか考えていなかったんですよね。世界中からプレイヤーが集まってくるんですよね。やはり違う国々の人たち、言葉がそれぞれ全部違ってても、キャラクターがこう叫ぶ必殺技のボイスをみんなで叫んだりするだけで一つになれたりする瞬間があったりとか、それはもうなんか感動以外の何物でもないですよね。それまでは僕がゲームセンターに行くと友達ができるとか、それだけでもすごい大きなことなのに、それがいきなり世界になった、これはみんなで共有したいし、こんなことで平和になれるなら本当に僕は世界平和をひょっとしたら手伝ってるのかもしれないって思える瞬間があって、もっと人をつなげるという、このゲームがあったから僕はここに行けるようになったとか、結婚できたとか彼女ができたとか友達が増えたとか、なんかその自分が誰かの人生に関与しているっていう手応えを感じた瞬間、そういう声をもっともっと聞くっていうのがもう本当に夢ですね。これを一生僕は感じることができたら、それは幸せな人生だって思います。今実はやはりゲームってどこに向かったらいいのかっていうのが業界全体で迷走してる時期だって勝手に僕は思ってるんですね。ビッグタイトルが成功すればこれぐらいいくっていう結果はいろんなものが示してるんですけど、ビッグじゃないものはじゃあ何があるのって言った時に、今その成功例があまりないんですよ。でそれがインディーズの世界には結構あるんですね。自らが作り出したいものがあって完成したものを世に送り込んでるんで、純粋に作品の純度が高い。じゃあ難しいだけで答えはないのかっていうと、そうではないぞっていうのが今の僕のスタンスで、その道を僕は目指したいと思ってます。企業がインディーズのアーティストたちと同じように夢を見たり、ものを表現する場所として存在していてほしい。自分がそういうものを作れれば、ひょっとしたらそういう夢を持ってくれる人がいるんじゃないかとか、きっとこのものづくり自体を楽しんでそれを人に見せて、まあ我々はその糧にすることができるサイクルは絶対にあるっていうふうに考えていて、それを今自分自身も模索しているっていう感じでしょうかね。